皆さん、こんにちは。えー、本日も、ね、やっていきたいと思います、えー。そしてですね、ロックアウト中ということもありますけども、えー、ロックアウト解除に向けてね、交渉がですね、2週間以内に、MLB 側が、えー、2週間以内に、えー、プレイヤーの、ね、方に提案すると、まあ、交渉するというところでね、えー、出ておりました。で、まあ、交渉するというか、まあ、なんて言うんでしょう、その案を出すと。 というところでまあ、えー、ロックアウト以来、まあ最初の注目ポイントではないかというところになっております。でまあ通常のスケジュールでねスプリングトレーニングを行う、えー、にはですね以前もお伝えした通り2月1日がリミットではないかというところと、えー、まあ、その後ね、えー、ピッチャーキャッチャーが始まって2月26日かなに、えー、対外試合 がねこう練習試合みたいなが始まるんですけどもね日本でいうオープン戦が始まるんですけどもまあそれをちゃんと行うには2月1日がリミットかなということでまああと今ねコロナがこう、まあ、日本でもねオミクロンが出てきてっていうので、えー、海外ではもっとね一日の感染者数がえげつないことになってますのでまあそれについての何て言うんでしょうこうねどういうふうにねやっていくかとかまあ そのトレーニングに入る前に、まあ、やっぱ検査とかねいろいろしなきゃいけないと思うので、まあ、そういう時間もね必要になってくると思いますからとりあえず、まあ、早くね、えーえー、ロックアウト解除された方が、まあ、いいに越したことはないですよね。で、まあ、2週間後っていうと、まあ、1月の25、えー、とかですかねだからそれぐらいの間にね、まあ、一度こう提案が行われるということなんですけども。 以前にもお伝えした通おり、まあ、結局なんで交渉してないのかっていうのは、えー、やっても同じ回答がこう両者ともねこうだ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 っていう同じことをね言うだけのただ交渉になってしまうからっていうのがね、えー、前回か前々回かの動画でもお伝えしたと思うんですけどもそのロックアウトの動画でねなのでまあ今回こう提案がされるっていうことなのでまあ ある程度 MLB の方はプレイヤー側に寄せた、まあえー、これで、まあ、合意がねちょっとはできる可能性があるというような、まあ、感じの案を出してるんではないかなとは個人的には思ってまして、まあ、とりあえずね、えー、まあずっと交渉してないんで、まあ、交渉するとりあえず一回やろうかみたいな感じかもしれないんですけども、まあ、結局それでやったとしたらね同じことの繰り返しになるので ま,あまたあんま意味ないことじゃないかなと思いますしだから結局1回アクションを起こすということはまあ何らかの形でまあこれでいけるんじゃないかという案が出たというかま MLB の方がまあプレイヤー側にね歩み寄ってるのかっていうのは分かんないですけどもまあ明らかにそのプレイヤー側が全然だめだよっていうような提案をされるものではないと思うんですね、う。ん 個人的にはね、だから、まあ、ちょっとは、えー、解除に向けていい方向に向かうような、えー、気がしてはいるんですけどもねだから、まあ、その2週間以内にやって、まあ、1月中にどうにか、まあ、なってくれたらいいなっていうちょっとは希望は持ってますけどもまあそう簡単にはいかないとは思いつつもねとりあえず何か、えー、一度ね交渉をするということなので、まあ、期待したいなと思いますね。 え続きましてね、昨日からまあコメントでもねいただいてましたけど、えー、バトリーさん、復帰するのかということでね、まあ、え突然のね引退、引退っていうのを、まあ、野球から離れるというね決断をして、まあ、去年はねプレーしてないわけですけども、えー、休養中にまあ子供に指導しているうちに野球への情熱が戻ったということでね、えー、エンゼルスへのカムバックを希望というところで。 まあ、とりあえずあの契約上はまだ、ね、エンゼルスと契約しているあの制限リストかなんかに載っているということなのでまあ、まだ契約が残っているっていうかねあるみたいなんで最終的にはまあ球団が決めることらしいんですけどもまあ今、ロックアウト中なんでねこれも、えー、まあイートンさんとかと同じようにねロックアウトが明けるまでは、えー、おそらくその契約がどうこうっていうのはまあまだできないのかなという感じで。 エンゼルス側のねどうするかっていうのはまだしばらくはわからない状況だろうと言われておりますで、まあ、一応簡単にね2018年が16ゲームで防御率3.312019年が72ゲームに投げて3.98で2020年これが27ゲームで5.81と、まあ、2020年やっぱりコロナの短縮っていうのもあってまあいろいろ調整があれだったんでまあ ちょっとね防御率は悪いですけども、まあ、の記事的にはねその2019年この72ゲームで3.98、まあ、この状態で戻ってこれるならね、えー、ブルペンにとっちゃプラスだろうというところになってますけども、まあ、果たしてそれがどうかというところでね、うん、ただまあ2020年のねなんかこのね短縮シーズンでメンタルもやられちゃったのかなっていうのもあるし、うんまあ、どういう状況かっていうのは分からないですけどもね。 まあちょっとね個人的には、まあ、ドライなかあれかもしれないけど厳しいんじゃないかなとは思いますけどもね、うん、き去年こう、まあ、どういう状態なのかっていうのが今ねわからないし、まあ、ちゃんとトレーニングとかなんかやってたんだったら、まあ、全然ありかなとは思うし、まあそのね、投げられるかどうかっていうのは別として、まあ、体作りとかね、えー、トレーニングちゃんとやってたんであればまだ大丈夫かなとは思うんですけども。 何もやってなかったような状況だとしたらちょっと、まあ、厳しいのかなっていきなり復帰っていうのはね。うん、でまあどっちにしろトレーニングを積んでいた状態にしても、まあ、去年どこのねこうマイナーでやってたわけじゃないし、まあ、メジャーで投げたわけじゃないですから、まあ、ちょっと去年やってた人たちと比べるとまあ、うん、ちょっと厳しさはあるのかなっていうのもあるし。 まあ彼がそのバリバリのねまあ例えばねチャップマンがちょっと1年休みますわって言っていややっぱ戻りますわっていうのとはまた違うと思うんですよねわけがだからこれからどうなるかっていう選手だったところでいきなりねいなくなっちゃったっていう問題なのでまあねまだ伸びしろがあるって言っちゃあると思うんですけどもただその休んじゃった1年がどう影響するかっていうのがね、えー、懸念されると思いますけども僕はちょっと まあ例えばね、復帰して、あのー、まあこのシーズン今シーズン、まあ、2022年のシーズンいきなりこう、メジャーで、ね、投げられるかって言ったらちょっと分かんないと思うんですよね。でまあ、復帰してまたマイナーでね、やってって、まあ、2022年の途中か、まあ、また来年とかにね、こうあの戦力になってくれるっていうパターンはあると思うんですけど、まあ、いきなりどうかなっていうのはちょっと厳しいし、まあ、去年。 からやってた若手の方がまだ、えー、数字的可能性はあるのかなと思いますけどもね、うん、ただまあやってみなきゃ分かんないでね、まあ、あとはエンゼルスがどう判断して、えー、戻すのかいやいやっていうのかっていうのは分からないんですけど、まあ、ただやっぱりねメジャーリーグそんなに甘い世界ではないのでやっぱ戻りますって言って軽々しくできるものではないと思うので、まあ、本人もそれなりに例えば えー、この情熱が戻ったって言ってね、えー、昨日とか一昨日にいきなり言ってるわけじゃないとは思うんですねだからそれを言うね復帰したいって言うにあたっては、まあ、一応トレーニングとかいろいろ何かをやって多分大丈夫だな投げられるなっていう状態の中では言っているとは思うんですね普通に考えたら、まあ、いきなりやっぱやるわって言ってるんではないと思うんですよ でまあ、それなりには投げられてるのかなとは思うので、まあとはだからなんだろうチームがどういうふうに、ね、そのテストするのか,なんかよく分からないけども、まあ、どういう状態なのかっていうのをもう見極めて、まあ、どうするかっていうのを決めるのかなと思いますので、まあ、あとは、ね、球団が決めることなんで、まあ、決まったらその方向でね、まあ、もし復帰するなら応援するっていう方向だし。うん まあ、あとは、球団任せというところで、それを待ちたいかなというところですね。ということで、まあ、本日はロックアウト進む、ロックアウトね、解除に向けて交渉が進みそうというのとね、バトリーさん復帰するのかどうかというお話でした。えー、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターコメント、えー、インスタグラムのフォローもね、よろしくお願いします。では、終わります。